生活なんも贅沢に言ってないよ。知らないよ、貧乏とか苦労してるよね、あんたのパパかママ。貧乏と思ってないよ。パパがそうよ。欲がないよね、何も考えて。自分が毎日なんか仕事畑ね、それ車の免許するとか、仕事が行きたいとかね、それがするのね。全然毎日歩いて、もうこの前も言った、自分が米何十キロ、三十キロの米が自分が持って歩いて妹の家に持っていたのね、それがね。そんな苦労してるよね。その時、じゃあ、パパと同じ歳の人、免許持ってるのいっぱいおるよね。例えば、深井のおじいさんも今、97歳でしょ ?90 歳85? 85? でもそういう人も、85歳の人も免許持てるよね。だから、だから、パパの時代の人が車の免許はそんな難しいじゃないよね。パパがね、免許を取らないのがちょっとおかしい。免許持ったら大型乗れる。そう、パパがその免許とか、そう、パパが免許取らないのが、後ろに引っ張って回るのも乗れるよ。うん。だから、あなたのパパがおかしいの。何にも思ってないの。うん、初見俺に言うたって俺がわかるわけねえよ。なんでわからないの。俺はちゃんと車の免許取る。わかる。ただ今、あなたのパパのことが、考えても考えても理解できないの。そんな頑張ってる人のね、なんで免許とか考えてないのね。ね、頑張るのが10分で行くよ、あそこまで田んぼまで。でも歩いては1時間かかるよね、パパママと。苦労して1時間10分で着くよ。ただの10分で田んぼ着くよ。パパが1時間も働けるよ、風呂入れるよ。わかる。2人がね、よく頑張ってるね、毎日。いや、2人は頑張らんでよかったよ。恵美子はね、よう頑張ったという。そうよ、一緒に畑行くのがある。毎日往復で1時間ずつ。そうよ、ご飯も作る、子供の面倒も見る。免許取り上げるな、パパも。歩いてから帰ってこい。私がもう絶対取るよ。もうしなくていいよ、そういう免許。車もやら、かけかけとか。ああ、もう嫌。じゃあそんな仕事をしなくていいの。なんで毎日往復で歩いてね、毎日、はい、毎月きつい。道具とか、ああ、もうきつい、ママもきつい。なんでそういうね。いや、もう、卵も、車、聞きたいのは、なんで免許取らないの。本当は免許取ったがいいよね。でしょ本当に。でかか言われてかって言うよ。ああ、いや、もう遅い。いや、言ってよ。ああ、いや、本当に、私がね、心から、二人が可哀想と思ってるの。ね。父ちゃん、ドアもせろって。そうよね。毎日歩いてとか。この話も、栄光から金全部取られるとかって、このバカだれ。そう、パパも。じゃあ、お金の、その、先祖たちのお金が別に、ただ自分の生活の方をね、とりあえず毎日歩いて。俺は梨の木も、どんだけ切ったか、梅の木もどんだけ切ったか、伸びて伸びて伸びまくって、あんな高さじゃないんぞ。あ、いや、でもパパの時は、全部ぞ。パパ、あの時ちゃんときれ、きれいにしてる？してないの？じゃあ毎日何してるの？畑の仕事するとか。あ？ああ、クソ取るだけね、もう、クソ垂れるだけやろ。そうそうそう。そう、あと野菜少し植えて草取るとか。きついよ、絶対きつい。いや、この間俺も山物木に登るとき、こう、もう抱っこしても届かへん。ああ、そうね。昨日真っ黒に降りとったろ。どんな意味？その測量とかなんか政府に出すお金は100万、50万ぐらいいるの？やっぱり申請せねえかな。申請するのが150万いるの？やっぱり図面書いたらなんか全部いかんやろ。測量も全部やろ。測量はあんたできないの？俺じゃ通用せんやろ。政府の人が測量とか。政府じゃないよ。その。立川調査士とか。そういう会社に頼んで、測量するの。これは免許持った人に頼むのに。ああ。それが。不動産屋さんじゃない、またこれは。わかる。それが、150万かかるの。うん、簡単にかかるじゃない、あれ。ああいう、まあ、測量とかなんかだけ。だからお金にならんよ。うん。
ただあとは木切るとか泥とかなんかするとかも、ほとんど木切るだけで終わるね。あの途中ただ日陰にならんことなの。あ、その土地も低くしたいの今と。低くしたって狭くなるの。基準があるから。今斜めで道から道路から降りとると思っちゃう。うん。その分はまた1メーター50引いてまた斜めにこうしてくるけん、下でほとんど残らない。土地が。これあくまでも斜めさ、こう来とるさ。ああ、そう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 ね。斜めに来て。うん。今の木の生えた高さがあるでしょ、杉の木が、うん、この一番上木がね、木、そうそうそう、これからこの来たところから1メーター50取って、あ、その土地、片土地からね、そう、片土地から1メートル50こっちに、こっちが、こう石垣を作らねえか、うん、立ててね、うん、こうこっちはぬるいから、これは足す、うん、こう攻めに行っていく、わかる。その意味は、もう、走行のところの、こっち、とすと。走行の、あそこまで行かんよ。マット出るよ。こっちに来るよ。まだ出るの？うん。あれは役所の仕事。うん。俺たちの知った役所と違うの。うん。もっと引かねえかんの。民間は。民間が、もちこち入。そうそう、土地損するの。まあ、あれも、あまりのこう、してないよね。うん。あれ残してない。ちょこっとしか残してない。うん、50センチぐらいしか、うん。俺たちは1メーター50センチ残さねえか。うん、ただあそこが綺麗になったよね。でもそれが3部でできるかって言ったら、3部って言ったら、こっちが縦が1の時、コンマ3。でも、あの高さは、高さが5メーターあるから、うん、こっちが1の時に 0.5 せないといけない。どんな意味、ゆるふろしろ、なんでいない、ゆるいこうブロック積みになる。だから土地がそんだけなくなる。うん。そう。なくなる。土地がなくなる。うん、わかる。なくなるけど、あそこは綺麗にしてるよね。綺麗になるよ。でも、だから家を建てて、ね、家建てて、舗装して、うん、お金かかるよ。うん。そういう土地はそういう、でも、あっちはお金かける価値のある。わかる。あの石垣の上になる。でもよく計算したら、普通の土地買うとか1000万とか2000万かかるでしょ。あ、そうです。でしょ、それが、いろいろして。900万。ここ安いよね、ここは。いや、工事してね。そういうの頼んでね。うん。全部してもらって。うん。みんなそういう商売してるの、不動産屋さん。あんた買うときは900万これはできたやつを買ってるの。いや、それ安いよね。いや、だから、まとめて土地を買って、してるからって、うん。いっぺんにまとめて4件してるから安いの。だから、うん、どうせ買うなら、うん、今お金あるなら、うん、あそこを買うべき。パパの家のとこ。そう、周りが買えるなら全部買ったがいいよね。パパの家のところが一番買うべき。とりあえず畑のことあそこならもう絶対お金多分が取り返す。いや、今畑のあそこは何軒建つ下に、うんうん、あの前の、うん、あそこに何軒建てられる。5軒そんなできるの。5軒ならいくらかな。5軒で4軒でいいのね。そしたら500万、2500万。5軒、5軒で安く売って売るの。借りるでしょ。いや、もう、いや、一人で処分したら大変なことになるさ。お金を取り返さんばいさ、とにかく。そう、二人の考え全然違うの。私があそこに住まないの。使うの、あそこに住むの。いや、住まんでよかった。あ、住まんでよかった。売れるの。うん、ただで、うん、ただからはお金が始まるの、はあ。あそこに土地の値段がつくの。うん、はい、わかる。ゼロ円なの、今。うん、うん。もし土地買ったら私売りたくないの、もう。そのまま、マンション建って、毎月は。それでもよかった。そう。家に、例えば。その代わり、うん、俺は橋をかけたいの。うん、はい、私は。奥の土地が入る。はい、と、あ、裏も、裏も、駐車場でも、そう、家も何軒か。マンションも建てられると。そう、そう、そう。マンションも、駐車場もできるの。それとも、私の、高性の工場もできるのね。だから、通行料も取っていいの。本当は車入れるの。うん、はい、はい、はい。いや、ここは俺の道やから、